まあまあまあここからでいいか。押し忘れとった。てかここ最近のこう。我は影。真なる我。ソードアートオンラインを見てない。みなぎる力がみなぎってる。なんやの一体何が起きて。俺リゼロはあんま嫌いやけど、まあ話の展開的には面白かったけど主人公クソやから面白い。ねえ楽しんでくれた P1 グランプリ。あなたのお望み通りだったでしょ。M の1話まるまる話のところめちゃくちゃうざかった。楽しかったよね。仲間同士で戦うあいつら。アホなこと言わんといて。うちがあんなん望むわけないやろ。こんなことを、こんなことを望んだのはあんたじゃない。自分たちと同じように近しい者と戦わされる、その苦しみを味合わせたかったのよね。そして理解してほしかった。でもソーダーオンラインのプレステ4版の会長はあのしっかりするクマ、ロストソングの後のやつ何やったかな。何やったっけな。インフィニティフォロー、ロストソング、その後もう一つなんか出たやん。でその後アクセルワールドのやつ、その間のやつをもう一回プレステ4版でやりたいな。なんか新政権以外になんか片手剣、探検とかもなんかあれなのかな。ユニク、それでどの面下げて理解してくれっていうの。大体先に騙してたのはあんたじゃない。片手剣でマザーズロザリーはできるような。無理無理、大体あんたはね人間じゃない。え、何、何やのこれ。あのジャストガードするのめちゃくちゃめんどくさかった。てかめっちゃ片手剣で超強曲だよ。会長、それ機械？アイちゃんと同じ？決まってるでしょ。機械のくせに頭悪いんじゃない。認めなさい、あんたは機械なの。自分を騙すのも大概にしろっての。ことなんてだ。あ、てか、バツ丸とかどんなモーションやったか見てきたらかって先。
そんなことない。いやーちょっとな、今日は仕事やったんやけどな、ちょっと立ちくらみを多分3回ぐらい、3回やな、2回ぐらいしたな。その次の日仕事だとしんどい。邪魔をするな。うわ、しょぼい。処女級のアルバトロン、アルバトロンって何やったっけ、あいつ多分。あれなんかな、あのジャンプのなんかあの小さいファミコンミニのやつって、これ録画できるかな。これやったらセイントセイヤ。それやったら HDMI の。ラウンドファイナル。ファイト。強い調子やって発動が遅いけど、こっち来るクマ。ぶっちゃけ四角連打したら関係ないかな。調子いやー、ペルソナのこれ系なー、時間かかるか。まったく世話が焼ける会長さん、クマね。まだ会長って呼んでくれはるの？だってクマまだちゃんと会長からお名前聞いてない。クマ、うち人間やないんよ。なんでそない優しくしてくれるん？このクマが人間に見えるか。人間じゃないし。え、どうなんや、バカじゃない。誰かに好きになってもらいたい。クマはそう願ってこの姿になった。クマ、誰かに好きになってもらえたらここにいていいって思えて嬉しくなるでしょ。ウーパーみたいな顔してるけど、気持ちを分かってほしいっていうのもそれと同じじゃない。クマ、多分俺部屋の奥にあのウーパーのぬいぐるみとメタルクーパーっていうウーパーのガチャガチャある。ウーパーのガチャガチャノーマルカラー欲しかったガラガラそう、ね、メタルカラーやと思う。誰かに好きに。岡山の
んかガチャガチャ。ビッグカメラ。会長にもいなかったクマ。好きでいてくれてる人。メタルだ。ノーマルカラー欲しかった。せっかく並べようかな。地味に地味に超良かった。びっくりした。はっきり思い出せへんけど、うちにもいた気がする。それは素敵くわ。せやね、ほんまに素敵や。ペルソナ4やん。なんか主人公なんかあの物理攻撃反射しとったら最後のボスめちゃくちゃ強くなったイメージが。うちは対シャドウ特別制圧兵装古式ラビリスや。対シャドウ特別制圧したかんだ。もう大事なとこで決まんないんだから。SOL やったっけ。次元感想曲方針シリーズ一通りやっとるから微妙に覚えたわ。ラビちゃんやて悪うないな。みんなが幸せになれることを心から願ってます。その言葉だけは頭に残ってる。そう言うたのに、言ってもらえたのに。自分のこと忘れてたら世話ないやんね。てか昨日ツイッター見たら兄貴がフォロー外しとった。多分俺やって忘れたんや。書いてくるか。ツイッター自体もやめたのかもしれんし。いやー、アイコン変わったとかやめてないか。ごめんね。ごめんな。ずっと見ふりしとって。うちがあんたを一人ぼっちにしてた。3はなんか、うん、ツンツンの薬草を。あんたはうちなんやね。逃げまくったりしたらなんかシャドウかな、影かなんか出てくる。ダンジョンなら時間かかりすぎた。その嫌いなところはな、3と4、あの何日までに なんかダンジョンをクリアしないかんとか、そういう風な時間があるから嫌い。バルキリープロファイルもそう。うちはうち、オンリーワンでナンバーワン。せやな。いやもうそれ仕様やから。グッジョブラビちゃん。おおきに。世界がなかったことにされたんですね、スマップ。スマップやもうこの世になかったことにさせられた。違う。こういう時は真似するのが王道クマ。はい、リセちゃん、お手本どうぞ。ん
もう仕方ないな。ごめんね、乗ってあげて。指はこうで、いや親指は下向けちゃダメ、こう上にこう、くない？そんで、グッジョブ、うち。その通りくわ。さあ皆さん、ご一緒に。グッジョブ。こない笑ったん初めてやわ。またシャドウが出てもきっと大丈夫や。こうやってつながっていけるって気づけたもん。あんたのおかげやな。おおきにな、ナイトのクマさん。次の津屋さんかと結婚してる。明日が6、明日7か。ちょ、クマ、ガチで照れてる？そんなんじゃない、コピュッ。11、12、13、3連勤、2連勤、3連勤。放っておかないって。もし会えたら声かけて連れてくるでしょ。いちいち操作してやるよ。いい人ばっかりだから。そうね、見た目がちょっと荒れな人もおりますが、っていうか感じですが、本当はとてもいい子よ。うん、まあ感じはバカなだけだから。すっげーことよ。心配かけやがって。よしけ、しばらく見ないうちに大きくなって。なってねえよ。二人は相変わらずだな。しー、会いたかったクマ。熊の涙と鼻水でびっちゃびちゃだよ。弁償だなこりゃ。なんでそこで俺を見んだよ。よかった、リセちゃんも無事で。ようやくこれで全員集合。いえ、辰巳くんの姿がありませんね。カンジならそのうち来るんじゃない。まずは私たちだけでやっちゃおうよ。
けで、これが私たち。で、あ、私自己紹介まだだった。久慈川リサだよ。よろしくね、ラビリス。二人で出会ったクモさん。クマ、彼女を紹介してくれないか。お前が助け出したんだろ。そうクマ先生、クマはラビちゃんのナイトだったクマよ。あ、リセから全部聞いて、お手柄だったな。バーチャル YouTuber として活動しようかと発して流れ、ご紹介するかもよ。あの、はじめまして。うち、ラビリス言います。愛読書、伊藤ライフです。今日は、皆さんにご迷惑かけて、ほんますいません。感想がそれかよ。ロボのペルソナ使いだとか、ロケットパンチできそうでかっけーとか。いや、そっか、目の前でそんなん言うべきじゃないっすね。何、自己解決、自爆。話聞いたよ、シャドウが出たんだよね。体はしんどくない？かなり負担がかかりますからね。あなたの場合はまた違うかもしれませんが、用心するに越したことはありません。ロケットパンチできるけど、チェンジどうかな。てか、新しいなんかガンダムでアレックスみたいなやつっていつ始まる？先生にも会えたし、ラビちゃんにも会えたし、みんなが会えたし、よかったづくしくまね。ビルドダイバーズ、そんな好きじゃない。何言ってたらいいかな。キリジョン、怖くて綺麗なお姉さんに会いちゃん、無事だったかもね。あとカイラマン、サナダだ。うちは自分が何者かを思い出したから、あの人らとちゃんと話し合わなあかん。正直ちょっと怖いけど、これはうちの問題や。大丈夫クマ？友達の前で格好悪うしたないやん。もう平気や。ラビリスだな。はい、うちが対シャドウ特別制圧兵装ご指揮、ラビリスです。すまなかった。
心あるものとして設計しておきながら、君たちに行われたことは断じて許される所業ではない。なんで？あんたが頭さえ張るの？個人の過去の罪は私の責任じゃない。でも私はその過去の上に気づかれる未来に対して責任を負っている。ならば私は君に対して罪を償う義務がある。償ってもらおうなんてうちは思ってへん。もううちはあそこに戻されるんやろ。ラビリス、何か思い違いをしているようだが、私は君を再び封印するつもりはない。君には本来の任務についてほしいと思っている。君の妹にあたるこのアイリスと共にな。もちろんすぐにとは言わない。我々にとってまず必要なのは相互理解だ。話そう、ラビリス。そしていつか君の力を貸してほしい。姉さん。おい、ギス。私も姉さんに聞いてほしいことがたくさんあります。姉さんに聞きたいことも。でも今はこれだけ会えて嬉しいです。ラビちゃん、よかった。クマ、これは我々の通信システムと同じ仕様。ぼさっとしてるな。全員ラビリスから離れろ。アクセス未だ受け付けません。操作されています。これはこの施設内ではありません。もっと外部からです。まさかテレビの外からってことか。あの人たち助けなきゃ。私も援護する。みんな早く。任せろ。ちょっとした悪あがきってやるんです。さあ皆さん、楽しませてくださいよ。うまそう。ラビちゃん、今助けるクマ。クマはどんな時だって最後までラビちゃんのナイトクマ。プレイブルーなんかアップデートやったんかな。ちょっと見てみよう。
おや、意外にあっさり倒されたね。心を揺らすにも不十分だったし、まあさっきだし、こんなものか。そんなどうでもいいことのためにラビちゃんを傷つけたくば。お礼を言わないとね。ありがとう。うまくいかなかったとはいえ、最後まで付き合ってくれたんだしね。ラビリスのシャドウはあくまでこの格闘大会の首謀者。なるほど、お前が犯人というわけか。ごめんサツ、ラビリスを拝借したのは僕だよ。僕はペルソナなんてなくてテレビ入れないから、代わりに暴れてくれる人形が必要だったんだ。ラビリスのペルソナは中途半端な学生だったから、辛い目に遭えばシャドウ出ると思ったんだよね。そのくらいは認めよう。今回は君たちの勝ちだしね。今回はまだ何かする気か。それじゃあ諸君、また会おうじゃないか。お前なんかもう二度と現れんでいいクマ。っていうか大体お前誰クマ。自己紹介くらいしていくのが常識でしょう。結構歯切れのいい声やでな。なんか言葉言葉できちんと止まったしな。結構喋り方のあれやでな、特徴的やから。シャドウって言い方もなんかあれやったし。ラビちゃん大丈夫クマか。ここから先は我々に任せてほしい。決して君らに危険は及ばないようにする。それが我々の役目だ。帰ろう、陽介。分かってもらえたようでありがたい。君たちに危害は及ばないようにする。安心してほしい。まあでもみんな無事で何より。ってあれ、何か忘れてない？辰巳くんがまだなんですが。遅いね。まずいな。さっきのこともあるし、まだ何か起きてるのかもしれない。え、何か聞こえるクマ。本当だ、なんか聞こえる。ん？なんて言ってんのこれ、よく聞き取れない。どこだ！あ、私嫌な予感してきた。奇遇ですね。僕もです。まさか漢字か。さあ、最強の男を決めるグランプリ、決勝戦はここか！なるほどね。おい、なんで俺を見る？なんでお前まで笑ってる、アイリス？いえ、その、似た感じの方なのかなと。
タヌジ、お前まだやってたのか。ああもう、私終わったって言ったじゃん。うるせえ、俺の夢を勝手に終わらせてんじゃねえぞ。夢って、お前まさか夢の中だと思ってるのか。まあ現実味がないといえば確かにそうですが。だからって一体どんだけ夢見る気だよ。どないすんの、止めてわかんのちゃうの。はっ、今クマ、とてもとても大事なことを思い出してしまった。クマ、やんのか、クマ。ここはもう一働きして、今度こそ勝利の血潮をいただかんと終われん。クマ、なんやの、チス、下心かよ。こいつは…まったく、懲りないクマですね。ま、それで漢字が収まるならいいんじゃないか。強者どもの熱き戦い、最強の男決定戦、これぞお祭りってもんだ。クマ、見とく。クマ、かっちょいいクマの生き様を。やるからには負けたらあかんで、頑張りや、ナイトさん。よっしゃー、ラビちゃんの応援で勇気充電 120%。 上等だ、このクマ子。男辰巳寛治、今ここに最強伝説を作り上げると宣言するぜ。どうせここは夢なんだ、俺様の天下だぜ。だらー、うわ、暑苦しい。本当だね、男にはやらねばならん時がある。仕方ない、存分にやりたまえ。かかってこいや。やべえやべえ、今なんか一瞬頭の中なんか夢でなんかフェリー乗ってる。ここで終わるんかな。漢字、もう気が済んだ。あれ、夢じゃない。だから最初からそう言ってたでしょ。すんません。バカンジ、あんた本当にバカだから。すんません、現実でした。本当すんません。
賑やかですね。賑やかというかバカバカしいというか。だが懐かしい空気だ。ほーれガビちゃん、カバにチッスチッス夢中。なんでやの？なんで強制されてへんのに仲間同士で戦って、それでアナイに笑い合えるん？彼らにとってはあれも一つのコミュニケーションであると推測します。いわゆる拳で語るというやつです。拳で語る？ああすることでより強い絆を結ぶことができるのだと聞いたことがあります。いや、今のはそんな大層なもんじゃ。絆、そっか、そういうのはええね。もしかして私のことか？みって、何がそんなにおかしいんだ秋彦。いや、だってお前が。アッキー笑いすぎコマ。あ、ミツルさんがツボるとは珍しいであります。アンナ、ここに残りたいとも思ったんやけど、うち決めて、うちやクマさんみんなを陥れたあいつを必ず見つけてうちの手で捕まえたるって。そっか、うん、ラビちゃんは大丈夫。アイちゃんもミッちゃんもアッキーもいるもん。きっと絶対できるクマ。うん、うちは一人やない。そうやろ？なんかあったらクマも飛んでくま。うちも先輩のあんたみたいに自分の居場所頑張って作ってみるわ。離れてても応援してくれる？うん、ラビちゃん、このクマ先輩をいくらでも見習うといいクマ。ラビリス、こういうすぐ調子に乗るところは見習っちゃダメだよ。つうかラビリスのがよっぽどお前よりいろんなスキル高いだろ。お前の方が見習えっての。な、なんですと？にぎやかだけが取り柄の仲間たちくま。ラビちゃんもついてこられるよう修行しておくくまよ。うん、修行しとくわ。また帰ってきてもええ？ここに。どうしてそんなこと聞くクマ？え、むしろ帰ってこなかったらラビちゃんがどこにいようとこっちから押しかけます。そっか、でも押しかけられるんは困るから来る前には連絡ちょうだいや。
大きにな、クマさん。クマの方こそ大きに、ラビちゃん。うん、ほな、またな。クマは今回大活躍だったな。お疲れ様。だあ、もう大概にしとけっての。あれ、使えます？まったまた、本当はもっと聞きたいくせに。よし、来た素直じゃないクマね。俺はお前に対してはいつでも素直だよ。あ、なんとか伝の話ようやく終わった。ごめんクマさん、どこまで聞いたっけ。ひどいクマよ。まあまあ、君が頑張ったのはみんなもうよく知ってますから。ほんとクマ。じゃあ続き話していいクマ。それはまた次の機会に。でももうクマの話はこの辺にして。花村先輩、ほら今のうちに。うん、はいはい、皆さん注文。今日フードコートに集まってもらったのはもちろん再会を祝してではありますが、それだけじゃねえんだよ。もしかしてあの謎の声のことですか。え、でもあの件はあの人たちに任せるって。信じようとは言ったが手を出さないと言った覚えはないな。さすがリーダー、そうこなくちゃ。つまりなんすか。あんたいつまで寝ぼけてんのよ。決まってんでしょ。特別捜査隊再結成だ。Awesome.